今週集中的に開かれている池田小鳥ちゃん衰弱死事件の裁判員裁判4日目の今日は2人の医師が証言しました司法解剖を担当した医師は死因は低栄養による衰弱死と証言しました小鳥ちゃんのお腹の皮下脂肪は3ミリから5ミリと骨と皮の状態になっていて大腸に綿ごみや毛があったため 飢えた状態で近腰のやけどの跡は一生残るような深さでたばこの火で負わされたもの頭のけがは死亡の2週間前から継続的に頭を叩かれたり圧迫されたりしたものまた死から2日後の身体検査で母親の池田里奈被告の爪は1センチほど伸びていて 爪が邪魔でで強いい力で殴れないと指摘傷害致死などの罪に問われている藤原和也被告には右手の人差し指の第二関節に傷があり怪我をさせたのは藤原被告の可能性が高いと話しました一方午後は弁護側が申請した内科医が証言 CT 検査の画像で気管支や肺に泥状のものが詰まっている これは吐いたものの可能性があり衰弱死よりも窒息死と考えることが自然としました。